こんにちは、しなたんです。今回は私も普段から愛用させていただいてるダニエル・ウェリントンさんの時計をいくつかご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していくんですけど、今回は3パターンの時計を紹介していこうかなと思うんですけど、その時計に合ったコーディネートも一緒に紹介できればなと思って、ちょっとねコーディネート動画も撮ってきたので、今回はそれを流しながらこのコーデのポイントとか、この時計にはこういうコーデが合うよっていうのをちょっと紹介していけたらなと思います。はい、では早速1つ目のコーデ動画どうぞ。はい、1つ目のコーデはこんな感じです。はい、このね時計を使ってコーディネートを組んでみました。このコーディネートのポイントなんですけど、この時計のベルトがブラウンになっていて、文字盤っていうんですか、この文字盤は白になっているので、ちょっとね春っぽい感じかなと思います。このブラウンのベルトはとてもトレンチコートと相性がいいので、今回はトレンチコートを使ったコーディネートにしてみました。このねベルトがブラウンっていうのもあるんですけど、カジュアルなコーデにすごく合う時計だなと思ったので、ちょっと今回はこんな感じでカジュアルなコーデにしてみました。ちょっと落ち着いた感じの大人っぽい感じにしたい時はこの時計がいいんじゃないかなと思います。はい、では次2つ目のコーディネート動画どうぞ。はい、2つ目のコーディネートはこんな感じです。ここではこの時計を着用したんですけど、この時計はさっきとは違ってベルトが革じゃなくて、なんて言うんだろう、こういう感じのベルトになっています。でこれ自体がシルバーの時計になっているので、アクセサリーとかもシルバー系のものを使ってみました。やっぱりこういうところでシルバーの時計だったらシルバーのアクセサリーとか、ゴールドの時計だったらゴールドのアクセサリーとか、そういうのを合わせると統一感が出て、コーデ的にもすごくまとまるんじゃないかなと思います。本当にこの時計にはかっこいい系の洋服が似合うかなと思います。スカートよりかはパンツスタイルの方がこの時計も映えるんじゃないかなと思うので、ちょっと今回はこんな感じで黒っぽい感じのコーデにしてまとめてみました。ではラスト3つ目のコーディネート動画どうぞ。はい、3つ目のコーディネートはこんな感じです。今回はこの時計を使いました。この時計はですね、さっきの一番最初の時計と同じで文字盤が白になっていて、これが2つ目と同じ種類のゴールドバージョンになります。でさっきも言ったんですけど、今回はゴールドの時計だったのでゴールドのアクセサリーをつけてみました。この時計はきれいめな感じのコーデに似合うかなと思ったので、今回はこんな感じのコーデにしてみたんですけど、本当にこれをつけるだけでコーデにもアクセントが出るし、すごいなんかちょっとできる女風な雰囲気が出るかなと思います。で実はですね、この時計なんですけど、一番最初につけていた時計とベルトを交換しただけなんですよ。そうなんです、ベルトをね交換するだけでこんなに雰囲気が変わるんですけど、ベルトもね本当に簡単に付け替えができて、こんな感じで取り外し専用の金具みたいなやつがついてくるんですけど、この金具でこのベルトを留めている棒を押します。押してちょっとこのベルトをずらすと、こんな感じでベルトが外れるので、この留めていた棒を取り出してもらって、反対側もやっていきます。はい、こんな感じで取り出せました。そしてこの付け替えたいベルトを用意して、このね穴にさっきベルトを留めていた棒を差し込みます。はい、こんな感じで差し込んだら、こっちの時計の部分に穴に入れてフィットさせます。こんな感じでカチッとなって、こんな感じでつきます。もう一つの方もやっていきます。はい、もうこれで本当にあっという間に
ベルトの付け替えが完了しました。さっきねはめていたベルトはこんな感じでブラウンのベルトだったんですけど、ベルトを付け替えるとこんなにも雰囲気が変わります。で本当にダニエル・ベリントンさんの時計ってすごい最近皆さんつけていると思うんですけど、もうすごくシンプルで何のコーデにも合わせやすいので、私はね他にもいろいろな種類あるんですけど、そのコーデに合うような時計を選んで付け替えて使っています。でこの文字盤のサイズとかも何種類からか選べたりするので、女性らしくしたい時はちっちゃめの時計にしたりとか、カジュアルな感じのコーデに合わせる時はもうちょっと大きめの時計をつけてみたりとか、その日の気分とかにもね合ったような時計が選べるのですごくいいなと思います。なんかあれですよね、入学のプレゼントとか新社会人へのプレゼントとか、そういうのにまだ悩んでる方いたらぜひこの時計とかをあげてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じでダニエル・ベリントンさんの3つの時計に合わせたコーディネートも紹介してみました。少しでもね参考になったらなと思います。で今回ダニエル・ベリントンさんでキャンペーンを行っていて、4月4日から24日までスプリングキャンペーンというのをやっていて、腕時計1つ購入すると、今回私も紹介したんですけど付け替え用のベルトが1つついてくるらしいです。もうこれだけでね2パターンの時計ができてしまうので、実質1つの時計の値段で2つの時計を買ったようなものだし、本当に付け替えもめちゃくちゃ簡単ですぐ付け替えれるのですごくおすすめです。4日から24日までっていう期間限定でやっているキャンペーンなので、今までちょっとダニエル・ベリントン気になってたけどどうしようかなって迷ってた方とか、新社会人へのプレゼントとか、カップル同士でつけてみるのもいいんじゃないかなと思います。で私のねクーポンコードというものも用意してもらったので、買うときにこのクーポンコードを使っていただくと 15% オフになるので、ぜひそれもチェックしてみてください。また概要欄にこのダニエル・ベリントンさんのホームページと私のクーポンコードも載せておくので、ぜひぜひチェックもよろしくお願いします。はい、では最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。